はい、こちらインタビューブースの山崎です。先ほど終了いたしました男子砲丸投げにおいて見事1年生で優勝された北陸高校の岩佐隆二君に来ていただいております。岩佐君おめでとうございます。ありがとうございます。それでは早速本日の、投擲を振り返っていかがでしたか。1投目で12メートルを超えることができて、そこから流れよくできて、最後の投擲でスピードに乗って投げれたので良かったと思います。はい、ありがとうございます。それではまた今後も試合控えていると思うんですけれども、何か目標や抱負があればお願いします。今年のまず総体で北信越に出場して、北信越で6位以内に入りインターハイに出場することです。はい、ぜひ1年生からインターハイに出場できることを祈っております。それでは北陸高校の岩佐君でした。ありがとうございました。